お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、お寿司でございます。10貫でございます。本当だったらね、なんかの卵スープとかお吸い物用意しようと思ったんですけどね。もうお吸い物はね、飽きたのでね、今日はね、お寿司だけでございます。これね、安いんですよ。500円を切るんですけどね。今回はですね、いつものね、値引きのね、お寿司でございます。ちょっとね、私らしくなくてね、申し訳ございません。まあ、第一ね、仕事が、忙しくてですね、もう、頭の中がね、パニック状態でございます。それでね、ご了承ください。で、今日はですね、休館日でございますのでね、上の方に載ってますね。あ、右上の方に載ってますね。これは、玄米茶でございます。ね。たまにはね、休館日もね、しないとね、ちょっと体が壊してしまいますのでね、皆様もね、お酒をね、飲むのはね、ダメとは言いませんけどね、少しはね、休館日というものもね、自分なりでね、考えてみてはね、いかがでしょうか。ね。でね、明日はですね、ちょっとね、考えておりますけどね、いつもだったらラーメンとかね、チャーハンとか、そんなものね、ちょっとね、いつも定番のね、夕飯ばっかり出していますのでね、これもね、次回もね、少しね、贅沢な夕飯動画を出したいと思っております。でですね、ちょっと考えておりますので、またプロ野球カードをね、どうしようかっていうのをね、今検討中でございます。はい。ね、今日ね、昼あげましたのでね、よかったら見に来てください。またね、楽天の方もね、あげております。すごい選手をね、直筆サインカード、奥様が、ね、皆様が知ってる、モデルさんでございますよね。名前はね、あえてね、伏せておきますけどね、皆さんが、驚くね、もう、誰もが知ってるわけでもないと思いますけどね。モデルさんでございますのでね。よかったらね、楽天イーグルスのね、カードもね、開封動画も、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは、皆様にお任せします。ありがとうございました。